オレクサンドル・イーウチェンコ、オレクサンドル・ヘオール・ヒーエビチ、イーウチェンコ・ベルイーク・イートクマークから1968年6月30日、ザポリージャは、ソ連のウクライナ人技術者。ロシア語名は、アレクサンドル・ゲオール・ギエビチ・イーフチェンコ。ウクライナ・ザポリージャ集中部の都市ベルイーク・イートクマークで、生まれた。ソ連の航空技術者で、ウクライナ科学アカデミーの会員であった。 ソ連成立後の1924年からソ連共産党党員となった。1935年にはハルキウ工学機械製造大学を卒業した。レシプロ機やターボジェット機、ターボプロップ機のためにエンジンの開発を行い、彼の名を冠した AI エンジンシリーズは戦後ソ連の多くの航空機に搭載された。1945年には彼を中心に エンジン開発のための設計局が立ち上げられ、後に、イーフチェンコ設計局と、通称された。現在は、この設計局は、ウクライナの国営企業アカデミー会員、OHE ウーチェンコ記念国営企業、ザポリージャ機械製作設計局、プロフレースとなっている。2度、レーニン勲章を受け、4度他の勲章やメダルを授与された。ありがとうございます。